皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。解説担当のマリサだぜ。今回は金銀のリメイク作品でもあるハートゴールドソウルシルバーで実装された主な要素を金銀と比較しながらまとめてみたぜ。ソウルシルバーめちゃくちゃやってたなぁ。懐かしいわ。金銀は小さいイベントまで含めたらただでさえ遊び尽くせないほどのボリュームだったのに、リメイクではさらに魅力的な要素がいくつも追加されてたのよね。要素の数があまりにも多すぎるから細かすぎるものは省かせてもらったけど、金銀や同世代のダイパなんかと比較しながら8つのカテゴリに分けて紹介していくぜ。当時を思い出しながら楽しんでみてもらえたら嬉しいな。ハートゴールドソウルシルバーは今でもまだまだ知らない要素がありそうだから楽しみ。それじゃあ早速行ってみよう。まずは基本的な仕様や演出の変化について5つ紹介していくぜ。演出って言ったらオープニングから金銀とはガラッと変わってたよね。そうなんだよ。というわけで1つ目はオープニングとエンディングの変化から見ていこう。まずはオープニングから。金銀では初代で登場したポケモンを中心としたシンプルな構成だったのが、リメイクでは各街の風景や主要キャラ、純伝説ポケモンまで登場して、作品の紹介ムービーみたいな内容へと変化を遂げたんだ。正直言うと金銀は散々やってたのにオープニングの印象はあんまり残ってないんだよね。ネットの声を見てみても霊夢と同じような意見は結構多かったな。でもリメイク版はいきなりルギアの胸アツカットから始まって、 DS の上下画面をうまく使いながら物語の舞台や登場人物が演出されてたから、過去一って言っていいくらいエモくて好きなオープニングだったのよ。ああ、それわかる。 BGM が背景の動画に合わせて綺麗に切り替わっていくのも良すぎたんだよな。それからエンディングだけど、金銀では上下にポケモンたちが踊っていて、中央にクレジットのみが流れる演出だったのが、リメイク版では冒険で登場したキャラやポケモンたちが次々に出てきて、終始見ていて飽きない映像になっていたんだぜ。エンディングは金銀でも結構印象に残ってたわ。ポケモンが踊ってるのがまさに金銀って感じがするのよ。そこはリメイクで廃止されなくて安心したのを覚えてるわ。あとロケット弾が一列に並んでるのがすごく可愛かったし、一人置いていかれてるのがちょっと笑えるのよ。あったなぁそんなシーン。それじゃあ次、二つ目は主人公だぜ。主人公関連って何かあったっけ？金銀では男主人公一択だったけど、リメイク版では女主人公が選べるようになったんだよ。そっか、金銀でも女の子は選べたと思ってたけど、あれはクリスタルからだったっけ？そうそう、ちなみにリメイク版の子はクリスタルの子とは違ってたんだぜ。確かに、名前から見た目まで全然違うもんね。ハートゴールドソウルシルバーの主人公をデザインした雲野さんも、クリスタルの女主人公は意識せず新規でデザインしたって言ってたみたいだしな。へぇ、そうだったんだ。そうやってしっかり画風を時代に合わせていけてるってすごいことよね。続いて3つ目は連れ歩き機能だぜ。この機能は私含め好きな人は多いんじゃないかな。ピカバンみたいに一緒に冒険してる感じが強くなってより楽しめたし、話しかけた時の反応にかなりのバリエーションがあるのよ。そういえばいろんなポケモンを連れ歩けるようになったのってハートゴールドソウルシルバーからだっけ？連れ歩き機能自体はピカバンをはじめダイパでも実装されてたんだけど、連れ歩けるポケモンは11匹と限定されてたから、あらゆるポケモンを連れ歩けるようになったって意味では本作が初めてなんだぜ。そっか、ダイパも触れ合い広場では連れ歩きできたわね。でもやっぱり連れ歩きって言うとハートゴールドソウルシルバーの印象が強いわ。これはバトル以外の面でポケモンとの絆を深められたいいシステムだったと思うな。それじゃ次、4つ目は BGM だぜ。本作では金銀と比べて和のテイストがさらに強くなったんだ。あーそれはわかるわ。まだつぼみの塔とか焼けた塔、鈴の塔なんかは特によね。まだつぼみの塔なんて入った瞬間お線香の香りが漂ってきそうだったもん。それだけ世界観にマッチしてたってことだよな。それから街の BGM についても少し触れると、エンジュとタンバはベースのメロディーは変わらないままそれぞれ固有の BGM になってたんだ。そうね、エンジュの BGM もあの演出がすごかったのよね。ただ私的にはタンバや波乗りの BGM に関しては金銀の方が好きだったかも。まあその辺の印象は好みで分かれてくるかもな。皆さんが好きだった BGM もぜひコメントで教えてください。続いて5つ目は便利機能についてだぜ。まずはなんといってもハートゴールドソウルシルバーは DS での発売ってこともあって、ポケモンやバッグの確認をタッチで行えるようになった点だろうな。一つずつカーソルを移動させて選択する手間が省けたのは便利だったよね。特に下画面のタッチスクリーンに大切なものを2つ登録できたのが嬉しかったわ。それな、私を含め周りの友達は大抵自転車と釣り竿にしてたっけな。その他にもランニングシューズなんかはタッチスクリーンでの操作によって常時発動しておけるようになっていたな。あれもかなり便利だったよね。移動が快適になったおかげで街の景色をより堪能しながら冒険できた気がする。ここからはストーリーに関する主な改変要素を冒険の流れに沿って紹介していくぜ。ストーリーもいろいろ変わってて進行しやすくなってたのよ。まずはポケギアをもらうタイミングだけど、御三家をもらった後にお母さんから受け取るよう変更になってたな。金銀だと最初にもらえてたもんね。それから2番目の街、吉野シティにいる案内じいさんが強制イベントになっていたな。あの無駄に早足なおじいちゃんね。でもこれは自動にしてくれた方がわかりやすくて助かったわ。間違いないぜ。自動といえばそこから進んだ30番道路ではボングリケースを必ずもらえるようにもなって
たよな。確かに、今思うと初見さんにわかりやすい作りになったんだね。それから最初のジムがある桔梗シティにも2つ変更点があって、1つ目がジムに挑むためにマダツゴミの塔を攻略するのが必須になったこと。2つ目はトゲピーの卵をもらえる場所が、ポケセンからフレンドリーショップへと移ったことだぜ。卵については宇津木博士がポケビアで知らせてくれるから特に困らなかったわ。それよりも金銀であれだけ画期的な発見みたいにされてた卵が、リメイクではそれほど珍しいものでもないって感じだったのが印象的だったかも。それは確かに。続いてウバメの森では、炭職人から捕まえてほしいと頼まれるカモネギが2匹になっていて、捕まえ方も変わったんだぜ。そうだったわ。金銀だと背後から追い込んでくスタイルだったのが、リメイクだと枝を踏んで音を出してカモネギの木を引きながら、後ろからそっと捕まえないといけなくなってたのよね。これは金銀よりちょっとだけ難易度が上がってたよな。それから小金シティでは、ジムへ挑戦する前にラジオ塔でラジオカードを入手するのが必須になってたな。これもわかりやすくするための改変っぽいよね。そしてエンジュシティにも2つの変更点があって、1つ目はマイコハンとのバトルだな。ああ、そういえばロケット弾に妨害されてて、金銀であったブイズ5連戦がなくなってたよね。そうそう、だからここではロケット弾員1人倒すだけで、波乗りを手に入れられるようになったんだよ。ちなみにブイズ5連戦も後にちゃんとあるぜ。エンジュといえば焼けた塔とマイコハン5連戦ってイメージが強いから、金銀プレイヤーの私的にはやっぱりこのイベントがあると安心感があるわ。二つ目はその焼けた塔に関する改変要素だぜ。ここではライバルとの勝負が強制になったんだ。あれ？金銀でもライバルと戦わなかったっけ？金銀でも焼けた塔に入ればライバルと戦うことにはなるんだけど、焼けた塔自体絶対に入らないといけないわけじゃなかったから、ここでのライバル戦は強制イベントではなかったんだよ。ああそういうことね。ハートゴールドソウルシルバーだとクリスタルのイベントがストーリーに盛り込まれてたし、その関係で必須イベントになったのかな。そうだろうな。このあたりはクリスタル版が踏襲されてる感じだったし、クリスタルでのスイ君にまつわるストーリーは好きだったから、リメイクでもそれが再現されてるのが分かった時は、まさかこのイベントまで盛り込まれてるなんて、ってめちゃくちゃ興奮したのを覚えてるわ。クリスタル限定要素の紹介動画でも金銀より思い入れあるって言ってたもんな。でも確かにこれはクリスタルファンにはたまらんサプライズだったと思うぜ。それじゃ次、空を飛ぶの秘伝マシンについてだな。これは丹波ジムクリア後に外へ出ると、女性から自動的にもらえるようになってたんだ。そうだったね。空を飛ぶの鳥逃しって後々結構響いてくるから、強制的にもらえるようになったのは安心安全でよかったよね。間違いないな。この女性ってジムの前をうろついてるモブキャラでしかないから、各町でいろんなキャラとちゃんと会話しながら冒険していないと、なかなか気づくのが難しかったもんな。ほんとそれ、同じ秘伝マシン関連だと、怪力の秘伝マシンをもらえる場所は、42番道路に変更されてたな。あれなんで変更になったんだろう。アサギの民家でもらえるもんだとばっか思ってたから、ちょっと探し回っちゃったのよ。でもこの頃はもう情報が出回るのも早くて、調べてすぐに分かったからいいんだけど、場所は変わったけどこれも強制イベントになったから、他の改変要素みたいに取りこぼしを防ぐためなんじゃないかな。私たちみたいに金銀をやり込んでた人からすると、ちょっと惑わす改変ではあったと思うけどな。でも言われてみればこれも取りこぼし防止のためなのかも。もらえるのが円柱の右側だったしこのまま進めればすぐ通る道だもんね。ああ確かに。それから次はちょっと地味な改変要素ではあるんだけど、そのまま進んだ先にある怒りの湖の赤いギャラドス戦では、戦闘から逃げられるようになってたんだぜ。へえ、それは知らなかった。でも貴重な色違いだし私含め9割以上の人は捕獲してただろうけどね。そう思うぜ。だからこそ気づいてない人も多いんじゃないかと思って、地味ながら紹介させてもらったぜ。これに関してはそもそも金銀で逃げられなかったことすら知らなかったけどね。それじゃあ次、ジョージタウンのロケット弾アジトでの改変要素だぜ。渡るの殺人破壊光線でおなじみのアジトね。そうそう、もちろん今作でも健在だぜ。そこは修正されなかったんだ。でも改変されたのは渡るに関する要素ではあるぜ。このポケハラ案件を差し置いて何が修正されたの？修正というかこれはむしろ進化と言えるんだけど、なんとアジト内で渡るとのタッグバトルが実装されたんだよ。ああ、あれは確かに熱かった。金銀だとまだタッグバトルが実装されてなかったから、それぞれ個別で戦うって感じだったのよね。そうだな、こうやって金銀以降に世代分の追加要素がうまく反映されてるのも、ハートゴールドソウルシルバーが神リメイクって言われてる理由の一つだと思うぜ。ただこの時渡るが繰り出した海流のレベルが40だったこともあり、渡るの改造中疑惑が再燃したとかしなかったとか、それは言わないお約束。すまんすまん。それじゃあ気を取り直して次は小金シティ。ロケット弾のラジオ塔乗っ取り事件ね。そう、ここではラジオ塔へ入る際、ロケット弾の衣装に変装しないと入れないようになってたんだぜ。あのイベントは街の人に話しかけると反応が変わるから面白かったのよ。お、よく知ってたな。中には変装に気づいてる人もいるんだよね。そうそう、ライバルにも速攻バレてたし、そのせいでロケット弾と戦闘になっちゃったもんね。あれは察してくれ案件だったわ。そうして無事ラジオ塔の
の件を解決してすべしへ向かうわけだけど、その道中で通る氷の抜け道にも改変要素があったんだぜ。ああ、そういえば床を滑るギミックが増えたり変わってたりしたよね。まあどっちにしてもここは手こずらされる難所には変わりなかったんだけどな。それは言えてる。それからここに落ちてる滝登りの秘伝マシンは、近くにいる男性が落としたっていう設定になってたんだぜ。金銀だと何の変哲もない普通のアイテムみたいに置いてあったから、私含め一度取り損ねちゃったって人も多いと思うんだよね。だからこの男性がいることでそういう心配も減るからありがたい改変だったわ。なるほどな。お次はフスベの竜の穴攻略後の伝説ポケモン関係のイベントだぜ。待ってました。ハートゴールドソウルシルバーといえばこのシーンが一番印象に残ってるかも。まずはそもそも金銀だとルギアと鳳凰の捕獲は寄り道イベントでしかなかったんだけど、今作では晴れて必須イベントへと昇格してたんだぜ。舞妓半5人が踊る演出からルギアが登場してくるところまでしっかり作り込まれてて圧巻だったのよね。滝の奥から現れるのがすごくかっこよかったのよ。めちゃくちゃ興奮してるみたいだけど気持ちはわかるぜ。もちろんハートゴールドでも鳳凰のイベントがあるわけだけど、演出や BGM の完成度が高すぎたのはもちろんのこと、鳳凰が降臨するのが塔の屋上ってこともあって時間帯によって生え方が違っていたんだよ。だから複数回クリアしても満足度の高い作りになってたんだぜ。そうだったんだ。鳳凰の演出は今初めて見たけど、今からでもハートゴールドがやりたくなってきたわ。いいじゃん、今からでも遅くはないぜ。ぜひその目で確かめてみなよ。わかったわ、行ってきまーす。おいおい待て待て、今は撮影中だからせめてこれが終わってからにしてくれ。ごめんごめん。よし、それじゃああとは殿堂入り後の主な改変要素を2つだけ紹介してストーリー編は終わりだぜ。オッケー、よろしく。まずは発電所イベントの機械の部品が隠されてる場所だけど、花田ジムのプールの中からプールサイドの浮き輪へと変わってたな。これは一応ロケット弾を倒した時に場所のヒントを教えてもらえたからめちゃくちゃ迷ったりとかはなかったけど、金銀の記憶からプールの中にあると思い込んでこの会話を見逃しちゃった人は苦戦したんじゃないかな。確かにそうなったらもう攻略サイトを見るしかなさそうだよな。そして二つ目は関東ジム制覇後、マサラタウンの大木戸博士からロッククライムの秘伝マシンをもらえるようになってたことだぜ。同じ第4世代で登場した秘伝技がここでようやく入手できたんだよね。ここまでの冒険の道中で何箇所かロッククライムできそうなところがあったから、いつか手に入るとは思ってたけど、あまりにも最後すぎてもう忘れちゃってたわ。まあそこはクリア後のやり込み要素ってことで一つというわけで長くなっちゃったけど、以上ストーリーに関する改変要素の紹介だったぜ。続いてはポケモンに関する主な改変要素を大きく分けて6つ紹介していくぜ。まずは譲渡図鑑に登録されていたポケモン数だな。あれ？譲渡図鑑にも変更あったんだ。ああ、金銀では251匹だったのが256匹へと増えてたんだ。へえ、気づかなかったわ。一体誰が追加されてたの？メガヤンマ、エテボース、ベロベルト、モジャンボ、マンムーの5匹だぜ。なるほど、ダイパで登場した進化先ってわけね。そういうことだな。それじゃあ二つ目は第三世代から登場している性格や特性についてだぜ。これに関してはルビサファやダイパをやってない人は一気に気をつけなきゃいけない要素が増えて大変だったかもね。確かにな。性格は同じ種類のポケモンでも能力値の伸び方が違ってくるから、対戦をやる人なんかは若干の火力不足や素早さ関係の誤認とかはしちゃいそうだよな。私は対戦はほとんどやらなかったから性格はあんまり気にしてなかったけど、特性に関しては第3世代で追加された時は結構戸惑った気がするわ。ゲンガーやマタドガスに地面技が効かなくなってたのが特に衝撃的だったな。それな、ポケモンリーグなんかで御三家ポケモンがピンチになった時、タイプ一致技の威力が上がる猛化や激流の効果を実感した人も少なからずいたんじゃないかな。というわけで性格と特性についてはこんなところだな。続いて3つ目は野生で出現するポケモンの違いについてだぜ。今作では全国図鑑入手後に特定の場所でラジオで放映サウンドもしくは信号サウンドを流すと、それぞれの地方出身のポケモンが出現するようになったんだ。そうだったわね。関東の一番道路で信号サウンドを流してコリンクを捕まえてたっけな。試しに放映サウンドにもしてみたらプラスルとマイナンが出てきて、あれ？可愛いの供給方かなってなったのを覚えてるわ。そんな感じで譲渡と関東の各地の草むらをはじめ、焼けた塔や鈴の塔みたいな施設内、暗闇のホラー穴や白金山といった洞窟内など、あらゆる場所で第三世代以降のポケモンが出現するようになってたんだぜ。どのエリアにどのポケモンが追加されたのか一通り調べてみたくなってきたわ。エリアが広いから大変だろうけど頑張ってくれ霊夢調査隊長。続いて4つ目は大量発生で出現するポケモンについてだぜ。これもかなり増えてた印象はあるけど把握しきれてないわ。大量発生対象のポケモンは金銀では6種類だったけど、なんと今作では3倍以上の20種類にまで拡張されたんだよ。そしてこの20種はそれぞれ5匹ずつ4つのグループに分けられてて、ダイパの大量発生の仕様が踏襲された形になってるんだよな。その辺はダイパの入手困難ポケモンの動画でも説明してたよね。確か1日ごとに1グループの中から1種類だけが選ばれて、次の日は別のグループの中から1種類が出現するって形だったよね。よく覚えてたな。この仕組みについてはダイパの動画で詳しく解説してるから、気になる人はぜひ見ていってくれよな。だ
けどこうやって見ると大量発生対象にも宝円と神王のポケモンが入ってて、金銀から時代の流れを感じるよね。ほんとだよな。これだからリメイク版は買わずにいられないんだよ。さて、5つ目は頭突きで出現するポケモンについてだぜ。頭突きは金銀の頃からあんまりやってなかったから、ほとんど記憶にないんだよね。これも対象ポケモンの数が増えてたとか？ポケモンの種類ももちろんだけど、そもそも金銀時代は上都地方でしかポケモンが出現しなかったところを、関東でも出現するよう対象エリアが拡張されてたんだぜ。そっか、金銀だと関東では頭突きできなかったんだ。ところで頭突きの対象もルビサファ以降に登場したポケモンが追加されてたの？もちろんだぜ。時はの森の種坊やキノコ子をはじめ、関東地方の木からの出現が多い印象だったな。とは言っても、上都でもロッククライムで行ける場所にある木からは、第3世代以降のポケモンが出現するんだけどな。全国図鑑を手に入れたタイミングで手に入るようになってたんだ。続いて6つ目は伝説純伝説ポケモンについてだぜ。やっぱりどの作品も一番の目玉は伝説ポケモンの捕獲イベントよね。一番ワクワクする瞬間なんだから。おう、そうだよな。ただそんな霊夢には悪いんだけど、伝説ポケモンについては、今作ではかなりの種類が出現するようになってることもあって、一匹ずつちゃんと紹介してたら圧倒的に尺が長くなっちゃうから、今回は大まかにさらっと紹介させてもらうぜ。そんな、一番楽しみにしてたところなのに、でも安心してくれ。その代わりこの部分は別の動画にしてちゃんと解説していくからな。あら、それなら安心したわ。続けてちょうだい。じゃっかりしてるぜ。今作ではクリスタルでも登場したミナキがストーリーで絡んでくることから、スイ君の出現方法が変更されてたり、ストーリー編でも紹介したように、鳳凰やルギアも必須イベントになってたよな。安心安全設計よね。その他にも過去作で登場した純伝説まで含めた、計14匹もの伝説ポケモンを手に入れるチャンスがあったんだぜ。外部のイベント関係抜きでそれだけの種類をゲットできるチャンスがあるなんて、あまりにも最高傑作すぎない？ほんとだよな。そこに配信関係も含めたら、もうほとんどの伝説ポケモンが手に入っちゃう状態だったし。そうよね、配信でレアポケモンが手に入るあたりも DS のソフトならではで、まさに、科学の力ってすげえって感じだよね。というわけでポケモンに関する6つの改変要素の紹介だったぜ。続いては技に関する主な改変要素を、3つの観点から紹介していくぜ。まずはじめはエフェクトからだな。これは金銀と比較してってことよね？もちろんだぜ。今回の動画は基本的にはどれも金銀との比較で紹介させてもらってるからな。ちなみにハートゴールドソウルシルバー発売日時点で一番直近で発売されていたプラチナ版と比較すると、エフェクトに変化はないからな。だけど金銀から久々にプレイしたって人は、あまりに綺麗になっててテンション上がっただろうね。これはめちゃくちゃ個人的な意見なんだけど、破壊光線の効果音だけは大幅に弱体化された気がするのよね。金銀の破壊光線はどの世代より迫力があったと思うのよ。さすが脳金勢、破壊光線に関しては厳しいな。もちろんよ、初代からどれだけお世話になってると思ってるの。圧がすごいな。圧が似たような技で言うと、ルギア専用技のエアロブラストなんかも金銀と比べて少し迫力を失ってたんじゃないかな。ルギアは連れ歩いてたけどそれは特に気にならなかったかも。そうか、まあそのあたりは人それぞれだよな。金銀からリメイクになって、皆さんが一番衝撃を受けた技の変化もぜひ教えてください。続いては技の種類だぜ。こちらも第3世代以降新しい技が大量に追加された関係で、金銀の時には50種類だったのが今作では92種類にまで増えたんだぜ。だから今作の冒険の中で使える技も豊富になってたんだよ。私のメガニウムもマジカルリーフや自然の恵みを覚えてたわ。特に必中で安定感を誇るマジカルリーフは冒険中盤でかなり活躍してくれたのよね。御三家で言うと爆風は噴火、オーダイルは氷の牙やアクアテールなんかを覚えられるようにもなってたんだよな。そこは平等にね。それから技の種類が増えた関係で、ジムリーダーに勝利した時にもらえる技マシンも結構変わってて、秘境ジムは泥かけから羽休めに、日和田ジムは連続斬りからトンボ返りに、丹波ジムは爆裂パンチから気合パンチ、長寿ジムは凍える風からあられに、そしてふすべジムでは竜の息吹から竜の波動へと、それぞれ変わってたんだぜ。ジムでもらった技マシンはとりあえず使ってみて、覚えられそうな子がいたら覚えさせてたけど、羽休めは使ったターンに飛行タイプがなくなるっていう、副作用があることを知らずに自己再生気分で使い続けてたわ。まあそれでも冒険においては特に問題ないだろうけどな。さて、続いては技の仕様の変化についてだぜ。金銀ではタイプごとに技の物理と特殊が区別されていたんだけど、今作では各技ごとに区別されるようになったから、霊夢が好きな破壊光線なんかは特殊技に分類されるようになったんだよな。これも確か第3世代からの変更要素だったよね。物理とか特殊とか全く意識してなかったから慣れるのに苦労したのよ。他にも有名どころで言うと、悪技の噛みつくや水技の滝登りは特殊から物理に、ゴースト技のシャドーボールは物理から特殊に変更されたんだ。私にはあんまり関係なかったけど、ポケモン勝負の常識が変わる仕様改定だったみたいじゃない？そうだな、対戦界隈でも多様性が高まって盛り上がってきた頃だったと思うな。というわけで技に関する改変要素の紹介は以上だぜ。
続いては道具に関する主な改変要素を紹介するぜ。目立つものをピックアップして5つのカテゴリで紹介していくな。道具か、何が変わってたっけな。まずは木の実についてだぜ。木の実自体は金銀でもあったよね。そうだな。だけど木の実も第3世代以降名称が変わったものがいくつかあって、例えば木の実はオレンの実に、ハッカの実はカゴの実、凍った木の実はチーゴの実といった感じで他の実も含め一新されたんだよ。言われてみればそうだったわ。最新作のスカーレット・バイオレットでもこのあたりの名前は変わってないし、今思えば金銀だけ木の実の呼び方が違ってたんだ。そういうことになるな。それから今作では木の実がなっていた木もボングリの木へと名称を変えてて、木からはボングリしか入手できないようになってたんだぜ。そうね、だからストーリーの中で手に入る木の実がかなり限定されてた気がするわ。ただその代わりに木の実プランターっていう新しいアイテムが登場して、いつでもどこでも木の実を栽培できるようになったんだけどな。一度に4つしか育てられないけど持ち運べるのは便利だったよね。荒原や新王地方のふかふかの土での栽培の時もそうだったんだけど、こまめにチェックしたりするのが苦手すぎてついつい収穫を忘れがちなのよ。あはは、いかにも霊夢らしいな。どういう意味？でもこういう動詞は結構いると思うんだけどな。というわけで木の実の改変要素はこんなところだな。続いて2つ目はボールデザインについてだぜ。今作ではポケモンを捕獲するための各種ボールに固有デザインが適用されたんだ。これは嬉しい要素だったよね。特に岩鉄に作ってもらうボールはオシャレだったから、入れるポケモンには結構こだわってたのよ。通称オシャボなんて呼ばれてるくらいだもんな。ヘビーボールには鋼タイプやカビゴンを入れるとよく似合うのよ。まあヘビーボールは体重が重いポケモンほど捕まえやすくなる効果があるから、効果面でも理にかなってるんだけどな。それからラブラブボールにはラッキーを入れてたでしょ。あとフレンドボールには草タイプの子を入れてたっけ。それからそれから、ストップ。霊夢がこの手の話で燃え上がってくると果てしなく長くなりそうだから、今回は時間も長くなってるし次行かせてもらうぜ。そうだったわね。こだわりが強いところだったからついつい熱くなっちゃったわ。ちなみに次行く前にちょっとした豆知識だけ。ルアーボールのグラフィックはハートゴールドソウルシルバーでのみ配色ミスが起きてて、緑と赤色になってたんだぜ。あー確かに、本来は水色と赤のはずだもんね。さて、道具に関する3つ目の改変要素はポケギアだぜ。ポケギアも金銀のものからは色々とアップデートされてたわけだけど、まず目立つのは登録できる電話番号の数に上限がなくなったことだろうな。金銀の時は電話番号を消して整理しないといけなかったもんね。ああ、ただ上限がなくなると同時に削除機能も廃止されたから、大量にかかってくる世間話の通話に対する防衛策がなくなり、迷惑扱いしてる人もまあまあいるみたいだぜ。登録したトレーナーには申し訳ないんだけど私はその気持ちわかるな。番号を消す機能はそのままでもよかったのにね。だけどジムリーダーも登録できるようになってたし、バッジを16個集めた後に再選できたのは熱かったよね。やっぱりどの世代でもジムリーダーとの再選は燃えたよな。ちなみにジムリーダー以外にも、関東地方のトレーナーや大木戸博士も登録できるようになってたんだぜ。そっか、金銀だと上都のトレーナーしか登録できなかったんだよね。それから電話以外の細かいものだと、ポケモン編で少し紹介したポケモンミュージックが追加されてたり、大木戸博士のポケモン講座は、関東地方でも電波をキャッチできるようになってたんだぜ。ハートゴールドソウルシルバーではどんなところでも電波をキャッチしてくれるのよね。厳密に言うと四天王やチャンピオンの部屋、渦巻島の最新部以外は、圏外にならなくなってたな。それと徘徊系純伝説ポケモンの居場所もわかるようになってたんだぜ。あれは便利だったよね。金銀だと一回であって図鑑を見ながら探す必要があったけど、リメイクだと徘徊を始めたタイミングで居場所が表示されるようになってたから、捕獲の難易度がかなり下がってたと思うわ。そうだよな、ダイパのポケッチアプリみたいで便利だったぜ。それじゃ続いて四つ目はゲームボーイプレイヤーだ。さあ、神アイテム、16個のバッジを集めた後、玉虫マンション3階のミュージックディレクターからもらうこのアイテムは、ゲーム中の BGM を第2世代風の BGM に変えることができるんだよな。そうそう、しかもこれって、第2世代で登場した BGM の再現ももちろんエモすぎるんだけど、第2世代に登場してない BGM でも第2世代風にアレンジしてくれるのよね。ポケスロンドームとかでも BGM が変わって驚いたのを覚えてるわ。おお、よく覚えてたな。一部のバトル施設や新都遺跡、鳳凰やルギア戦なんかを除いては、ほとんど再現されてたんだよ。ただどうしても当時と全く同じ方式で再現されてるわけじゃないから、原音とは若干違ってたりはするんだけどな。それでも神機能には変わりないわ。圧がすごいな。おい、道具に関する最後の改変要素はポケウォーカーだぜ。これはハートゴールドソウルシルバーを買うと漏れなくついてくるモンスターボールの形をした歩数計で、赤外線通信機能を使ってポケモンを送り、現実世界で一緒に歩くことで様々な良いことがあるんだ。マンポケよね、これにもかなりお世話になったな。育成だけじゃなくて夏気度も上がるのよね。あと時々野生のポケモンが勝手についてくるのも面白かったわ。ただし歩数によって入る経験値ではレベルが1ずつしか上がらないから、レベルが上がるたびにソフトに戻す必要はあったけどな。それでもゲーム外で経験値が貯められるのはありがたかったわ。歩数稼ぎのために手で小刻みに振ってもなかなかたまらないのよね。おいおいずるするんじゃないよ。でも霊夢みたいに姑息な手段で歩数を貯めるのを防止するためか、振り方にもよるけど、ちょっと振ったくらいじゃカウントが増えない仕様にはなってたみたいだな。やっぱりそうだったんだ。ちなみに当時は扇風機の羽につけて回すと溜まりやすいとか、水槽のモーターみたいな振動する
ものの上に置くといいとか、いろいろ実験してる人がいたみたいだぜ。うわ、なんて卑怯な手口。いや、どの口が言ってるんだか。ちなみにアメリカの大学の研究によると、この万歩計機能は一般のどの万歩計よりも正確だったらしいぜ。付属品にも一切手を抜かない姿勢、さすがだわ。続いてはトレーナーに関する主な改変要素を6つ紹介するぜ。まずはじめは一般トレーナーについてだな。なんかちょっとだけ強くなってた気がする。そうだな。一般トレーナーは全体的にレベルが1から2程度上がっていたし、CPU の AI の判断も少し賢くなってたからな。AI もレベルアップしてたんだ。それからストーリー編でも少し触れたんだけど、今作ではダブルバトルをできる場所もいくつか増えてたから、これも金銀からの復帰勢には大きな変化に感じられたんじゃないかな。ヒワダタウンのジムトレーナーや竜の穴みたいに、ストーリー中でも何度かあったもんね。そうだな。他にも一般トレーナー関連で言うと、関東へ行く際に乗船するアクア号のトレーナーは、今作では一回きりしか戦えないようになったんだぜ。あれ、金銀だと何度も戦えたんだっけ？ポケモンリーグを経由すれば空を飛ぶで行き来できるから、地方をまたぐ時もあんまり船を使わなかったのよ。まあその方が早いってのもあるしな。というわけで一般トレーナーについては以上だぜ。お次はライバルについてだ。ライバルについても一般トレーナー同様レベルが少し上がってはいたけど、金銀からのポケモンの変更は特になかったな。それでもレベルが上がっただけで苦戦しちゃ戦いもあったけどね。それから地味な改変要素ではあるんだけど、金銀では2度目の対戦以降、肩書きなしの名前のみで表示されていたのが、今作ではライバルの〇〇という肩書きがついたんだぜ。あまりにも地味すぎて全く気づかなかったわ。こんなの気づいた人いるのかな。あとはストーリーにおいても、ロケット団に対する嫌悪や時間の流れによる心境の変化なんかがより繊細に表現されていたんだぜ。こっちもこっちで金銀の頃から年を重ねたっていうのもあるけど、金銀ではただただ嫌な奴だったライバルにも、今作では結構感情移入できたのよね。宇津木博士に盗んだポケモンを返しに行っていたのは感動しちゃったわ。確かに一気に人間味が出ててキャラが立ってたんだよな。過ちを認めることから人は成長していくのよ。おおお、いいこと言うじゃん。それじゃ3つ目はロケット団についてだぜ。ロケット団といえば確か幹部が増えてたような。そうそう、今回紹介したかったのはまさにそれなんだ。例えばヤドンの井戸で仕切っていた下っ端が今作では幹部に昇進して、ランスっていう名前と固有のグラフィックが与えられていたんだぜ。アジトで戦う幹部にも固有の名前が付けられてなかったっけ？そうだな。金銀だとアジトでは二人の幹部と戦うことになったんだけど、今作ではそれが三人に増えた上に、ラムダ、アテナ、アポロなんていう名前も付けられて、グラフィックも大きく変わってたんだよな。特にラムダはいかにも悪役っぽい見た目だったのを覚えてるわ。若干偏見入ってるけど、まあ異論はないな。それじゃあ次、四つ目の改変要素はジムリーダーだぜ。ジムリーダーって言ったらやっぱり茜のミルタンクよね。10年の時を経ても転がる地獄が健在だったのは震えたわ。金銀で多くのプレイヤーを苦しめたっていうのもあってか、今作ではレベルが1だけ下げられてはいるんだけど、特性機持ったまによってゴーストタイプにもダメージが通るようになった上に、状態異常を回復するラムのみを持ってるから、正直全然弱体化されたとは言えなかったんだよな。せっかく麻痺状態にしてもラムのみで速攻回復されちゃって、結局転がるを止められなかったのよね。それな、弱体化どころかむしろ磨きがかかってたんじゃないか。そうよね。他のジムリーダーも全体的に苦戦した気がするんだけど、金銀と比べてどうだったの？他に関しても金銀と比較して弱くなったってジムはないと思うぜ。例えばハヤトのピジョンはレベルが4も上がってる上に、羽休めを習得してるし、シジマのニョロボンはレベルが1上がって気合いパンチを習得したんだ。同じように息吹のキングドラも、レベルが上がって竜の波動を習得してるんだぜ。全体的にレベルが上がってる上に強力な技まで追加されてたんだ。そりゃ苦戦するわけだわ。ちなみに関東のジムリーダーに関しても情報調整しかなく、グリーン以外は皆レベルと技が強化されていたんだよな。そういえば特にタケシやエリカはめちゃくちゃレベルが上がってた気がする。高い場合で金銀と比較して銃もレベルが上がってるからな。それからさっきも言ったけど今作ではバッジを全て集めた後、ポケギアに電話をかけてきたジムリーダーと再戦できるようになってるんだ。そしてこの時のレベルはさらに4から11ほど上がってて、砲炎や信号のポケモンを繰り出してきたりもするんだぜ。タケシがジーランスやラムパルド、霞がフローゼルを使ってきてなんだか新鮮さを感じた記憶があるわ。確かにな、ジムリーダーに関する改変要素はこんなところだぜ。続いて5つ目は四天王とチャンピオンについてだ。ポケモンリーグはいつも苦戦してる印象しか残ってないんだけど、ここも強化されてたの？チャンピオンの渡る以外はレベルは全く変わってないんだけど、今日のクロバットは独特の牙、カリンのヘルガーは悪巧みや悪の波動を使ってくるから、実質強化されたと言えるかもしれないな。渡るはレベルも強化されてたの？ああ、渡るは切り札の回遊以外レベルが2ずつ上がってたし、ギャラドスは特性威嚇があるから、物理アタッカーはちょっと苦戦したんじゃないかな。回遊は相も変わらず破壊光線祭りだったよね。小学生代表みたいな技構成だったよな。何言ってるのマリサ、破壊光線は少年少女から大人まで永遠のロマン光なのよ。ほほほう、それは失礼いたしました。それじゃあ最後は白金山のレッドだぜ。北
またはね、ラスボス、あまりにも強すぎて倒した記憶がほぼないのよね。最初のピカチュウですらめちゃくちゃ苦戦した気がするわ。今作のレッドのピカチュウは、ピカチュウに持たせると技の威力が2倍になる電気玉を持ってる上に、高威力技のボルテッカーを覚えた本気モードだからな。さらには全ポケモンのレベルが7も上がってるから、霊夢が苦戦するのも無理ないと思うぜ。それはなかなか勝てないはずだわ。そんなの私じゃなくても苦戦した人多いんじゃない？だろうな。それにピカチュウを突破できたとしても、AP がラプラスに変わっていて、必中吹雪をこれでも勝ってくらい連発してくるからな。そっか、そういえばハートゴールドソウルシルバーの白金山の山頂は常に雪が降ってて、吹雪が絶対当たるんだったわ。ちなみにカメックス、カビゴンも吹雪を覚えてるから、必中吹雪地獄は第3ラウンドまで続くんだぜ。いやー、もう私のライフはゼロよ。さらにリザードンたち御三家は究極技のブラストバーンなんかを使ってくるから、実は私も勝つまでに何十回も挑戦したんだよな。だったら私が数えるほどしか勝てなかったのも納得だわ。それからレッド戦では勝利後も改変要素があって、金銀ではレッドが姿を消すだけだったんだけど、今作では自動的にレポートが書かれてエンディングが始まるようになったんだ。私みたいなライト勢が何回も勝てる相手じゃないし、レポートの書き忘れを防ぐためにもありがたい改変だわ。それは言えてるよな。というわけで以上トレーナー編の紹介だったぜ。続いては施設に関する主な改変要素を7つ紹介するぜ。まずはじめは今作で初めて追加されたポケスロンドームについてだな。ここは自然公園の西隣にある施設で、タッチペンを利用した9つのミニゲームで遊ぶことができるんだぜ。ここはめちゃくちゃ入り浸ってたわ。確かに霊夢が好きそうな施設だよな。ポケスロンにはスピードコースやパワーコースなど5種類のコースがあって、ミニゲームは各コースごとに3種目用意されてるんだけど、ここで活躍できるかどうかはポケモン勝負での強さとは無関係で、パフォーマンスっていう新たなステータスによって決まるから、魅力的に戦闘に参加させるのが難しかったポケモンたちもここでは大活躍してくれるってこともあるんだよな。それぞれのステータスが5段階評価なのもあってそんなに差がないんだよね。私は結局いつも一緒に冒険してた伝説系ばっか使っちゃってたけど、まあモチベを上げる意味では愛着も大事だと思うぜ。それから各ポケモンには一部のステータスに伸びしろが設定されてて、ボンドリンクを飲ませることで一時的に強化することもできたんだよな。ちなみにこのボンドリンクはボングリをボンシェイカーに投入して100歩歩くことで作ることができるんだ。どの味にすればどの能力が上がるのかネットで調べて味見しながら歩き回って作ってたのが懐かしいわ。ところで霊夢はどの競技が一番好きだった？ダントツでブレイクブロックよ。ルールが分かってからはあの競技だけは無敗だった気がする。まさかポケスロンでも脳筋満載だったとは。それ以外の競技って基本的にはタッチペンでポケモンをつまんで移動させながら何かをするってのが多かったじゃない？あの繊細なコントロールが私には苦手すぎたのよ。その点ブレイクブロックは一点集中の連打ゲーだったから私には向いてたのかも。なるほどな。でも確かに操作が思うようにいかないことも多い上に CPU も結構強かったから難しくはあったよな。そうなのよ。だけど競技で貯めたポイントをいろんな景品と交換できたからつい夢中になって遊んじゃうのよね。こうやって話してたらまたやりたくなってきたわ。よし、撮影が終わったら久々に対戦するか。望むところよ。それじゃあ続いての施設はサファリゾーンだぜ。金銀ではなかったよね。ああ、ハートゴールドソウルシルバーではタンバシティの西に実装されてたな。ここではオーナーのバオバから課せられる試練をクリアすることでサファリ内のエリアカスタムができるようになるんだ。エリアカスタムはサファリゾーンの目玉機能って言ってもいいよね。そうだな。用意された12種類のエリアの中から6つを好きなように配置して、配置したエリアによって出現するポケモンが変わるんだよな。さらに全国図鑑入手後であればサファリ内にブロックを置くことができて、完全オリジナルのサファリゾーンを作ることもできたんだよな。お花や噴水なんかも置くことができたもんね。それからブロックを配置すると低確率で出現するポケモンがエリアごとにいて、例えば砂漠エリアに岩場を置けばナスクラーが出現するし、山エリアに森を置けばサマヨールが出現するようになるんだぜ。そうだったんだ。仕組みは完全に理解できてなかったけど、この機能のおかげでいろんな地方のポケモンが捕まえられたのは確かだわ。これは図鑑完成にかなり貢献してくれたいいシステムだったと思うぜ。続いて3つ目はジムギミックだぜ。これ結構変わってたよね。難しくなってた気がする。そうだな。上都も関東も内装やギミックが大きく変更されてたよな。中でも日和田ジム、くすべジム、玉虫ジム、時和ジムなんかは攻略を見ない段階だと苦戦したって人も多いんじゃないかな。それめちゃくちゃわかるわ。特にくすべジムの足場を回転させるギミックがむずすぎた気がする。移動先や回転先をイメージしながら進まないといけないから頭がパニックになるのよ。わかるわかる。私は時和の移動床がわけわからなすぎて結局攻略を見て突破したっけな。その他だと千葉ジムでは初代であったスイッチを押して仕掛けを解除するギミックが復活してたんだよな。金銀だと故障しててなくなってたもんね。トマージムに関してはこんなところだな。さて、4つ目はアルフの遺跡だぜ。ここは見た目がかなり遺跡っぽくなってて雰囲気出てたのよね。確かにな。そして石板パズルはタッチスクリーンを使って操作することができるようになったぜ。パズルのピースをくるくる回転させられたよね。攻略しやすくなってて純粋に楽しめた気がするわ。他にはクリスタル版にしかない要素ではあるけど、鳳凰を連れていくことで開く左上の遺跡の奥の壁で拾えるアイテムが黄金の実から命の玉に変わったりもしてたんだぜ。
ぜ。へえ、それは意識してなかったから気がつかなかったわ。というわけでアルフの遺跡については以上だぜ。続いて5つ目は小金シティのゲームコーナーだぜ。ここも外観はガラッと変わったのはもちろんのこと、スロットもドーグルがスケッチする演出に変わっていたり、コインと交換できる技マシンやポケモン、アイテムも変更されてたな。技マシンの数が増えて並びが変わったから、景品も変更されてたのかな？そういえばカードめくりが廃止されてたよね。確かに、あれはなぜか廃止されちゃってスロット1本になってたよな。簡単な紹介になっちゃったけどゲームコーナーについては以上だぜ。お次は6つ目、関東のマップの変更についてだぜ。マップ？グラフィックの話？いやまあそれももちろんなんだけど、今回紹介したいのは、金銀では容量不足によって実装されなかった施設が、今作ではちゃんと実装されてるって話だぜ。ああ、それで言うとやっぱり印象的なのは花田の洞窟よね。金銀だと洞窟自体なくなってたけど、今作ではちゃんと実装されててミュウツーにも会うことができたし。そうだな、金銀だと洞窟があった場所の近くに、隠しアイテムとして破壊の遺伝子が落ちてて、ミュウツーを思わせる演出止まりになってたもんな。ちなみにこの破壊の遺伝子は、結局金銀クリスタル版限定の幻のアイテムになったんだぜ。へえ、そうだったんだ。今作では破壊の遺伝子があった場所には隠しアイテムは落ちてなかったの？一応金の玉は落ちてたぜ。金の玉、万能すぎる。ところで花田の洞窟以外にも変わってた場所ってあったっけ？ああ、時はの森は金銀だと2番道路と一体化するような形でしか再現されてなかったんだけど、今作ではちゃんと独立したダンジョンとして登場してたんだぜ。ああ、言われてみれば違和感なさすぎて気づかなかったわ。それじゃあ7つ目は、第3世代と第4世代で登場した施設がいくつか反映されてるから、そのあたりを簡単に紹介していくぜ。まずはポケモンリーグ含め各町のポケモンセンターでは、地下の Wi-Fi ルームが実装されてたな。ダイパとかとも通信で遊ぶことができたんだよね。それから大変貌を遂げた町の一つでもある小金シティには、プラチナでもあったグローバルターミナルが実装されていたぜ。世界中の人とポケモン交換ができるようになった施設だっけ？そうだな、他にも記録したバトルビデオを見ることができるんだぜ。このあたりの詳細はプラチナ限定要素の動画で詳しく紹介してるから、気が向いたらぜひそっちも参考にしてみてくれよな。他にもアサギシティの西にバトルフロンティアが実装されたり、接着シティの初代ではサファリゾーンがあった位置にパルパークが実装されてたんだ。パルパークといえば確かハートゴールドソウルシルバーではダイパであった位置に地1回っていう制限がなくなって無限にポケモンを連れてこられるようになってたよね。そうだな、とまあこんな感じで一部便利になりながら実装された第3世代以降に登場した施設の紹介だったぜ。それじゃあ最後におまけとして、改変に対して賛否両論あった要素と、金銀から廃止された要素を紹介して終わりにするぜ。まずは賛否あった要素からだな。ポケビアの電話番号の削除機能廃止以外は基本便利になった印象だけど、他にも何か不便になったような改変ってあったっけ？ネットを見てみた限りいくつかあったな。例えば街や道路をつなぐゲートの増加だぜ。自転車は加速すれば速いけど初速は遅いことから、ゲートを出入りすることでスピード感が下がるって意見が見られたんだ。プラチナ以降ゲート内で自転車を降りる必要がなくなっただけで便利に感じてたし、そのあたり私は特に気にしていなかったかも。それから草むらでの野生ポケモンのエンカウント率が異常に高いことから、自転車より徒歩の方が速いんじゃないかなんてことも言われてたな。確かに自転車に乗ってると野生ポケモンとはかなり遭遇したわよね。でもどうしても嫌だったらスプレーを使えばなんとかなるから、これもそこまで否定的には感じなかったかな。まあそれも確かにな。ちなみに運営によると、これには街や道路の景色を楽しみながら冒険してほしいって意図があったみたいだぜ。なるほどね。さーっと通過しちゃわないで足を止めて景色も楽しんでってことか。でもせっかくグラフィックが綺麗になってることだし、そのあたりも満喫しながら冒険していきたいところよね。そうだな、霊夢はそのあたりしっかり満喫してそうだが、もちろんよ。他にもポケモンと写真を撮って現像できるゲームボーイプリントや、部屋の模様替えなんかも廃止されてたな。ゲームボーイプリントは機種が変わったり時代にそぐわなかったりしたのもあって、仕方ない部分はあったと思うけど、模様替えの廃止は個人的にはちょっとショックだったかも。一応バトルタワーで連勝すればトロフィーが飾られてたりしたけど、あれは自動で飾られるから模様替えとはちょっと違うしな。というわけで以上、賛否ある要素と廃止された要素の紹介だったぜ。さて、めちゃくちゃ長くなっちゃったけど、以上でハートゴールドソウルシルバーで実装された要素の紹介を終わらせてもらうぜ。どうだったかな？演出やグラフィックが良くなったのは言うまでもなく感じてたけど、他にも私の記憶を上回るくらい大量の要素が追加されててびっくりだわ。こう見ると模様替え廃止を除けば完璧すぎる作品だったのかも。まあ廃止される要素があるから金銀の価値も相対的に上がるわけだし、廃止されるからって悪いことばっかりでもないと思うぜ。それもそっか。よし、それじゃあマリサ、早速ポケスロンで一勝負といきましょう。おう、望むところだぜ。というわけでこのチャンネルでは他にもレトロなポケモンシリーズのランキング動画なんかを投稿してるから、よければもう一本見ていってほしいな。視聴者さんの感想とかも聞きたいからぜひコメントもしてちょうだい。それじゃまた次の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。